なぎさに、なぎさに決めた恋は今でも忘れないよ。涙が涙が溢れ出し、心焦がしたあの瞬間。街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げると、夜に青すぎる、そんな時には。こんにちは、時刻は15時を回りました。4月13日水曜日、アスリート応援番組アスラジ。本日はパーソナリティの中垣さんがスケジュールの都合でお休みということで、私がお届けいたします。本日 MC を担当いたします、アシスタントの栗原志穂です。よろしくお願いします。そしてアシスタントのユッキーこと石川幸寛です。よろしくお願いします。アシスタントの愛子瑞希です。よろしくお願いします。今日は暖かいですね。そうですね、昨日一昨日はすごい寒かったですけどね。そうですね、雨も止んだし。あ、そうね、雨も降ってて、私傘持ってきてます。私もです。あ、傘、そうだ、持ってこようと思ったんだ。忘れた。晴れたからね、よかったですね。うん、夜から雨らしい。え、知らなかった。天気予報で言ってた。いや、それはきっと外れ、うん、外れるましょう、うん、外れましょう。外れましょう。外れましょう。傘がないから帰りね、濡れちゃう。帰り深夜だから困るな。私もです。あら、困ったな。困ったらコンビニに、コンビニに駆け込んで、ね、ビニール傘を。それか走って帰りましょう。それが一番いいかもしれない。アスリートっぽい。それで行きましょう。もう走る走る。お金もったいないからね。そうですね、金は大事ですね。はい、はい、ということで、本日のアスリート応援番組アスラジは、大会開催まであと3日と迫ったフューチャードリームカップを細かく分かりやすくお伝えしていこうと思いますので、50分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、また番組では応援メッセージなどを受け付けております。はい、番組への応援質問メッセージは番組オフィシャルサイトのメッセージフォーム、またはこちらの番組メールアドレスよりお送りください。ホームページアドレスは http://asuraji.wplog.jp です。メールアドレスは senju@cwave.jp、 senju@cwave.jp となっております。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。それでは本日1曲目をお届けしたいと思います。はい、ノアで暴れ出す世界。舞う空はこんなにも広いのに、僕らのたどる道はこんなにも狭いんだろう。どこに進めばいい？何を選べばいい？暗闇を手探りで無傷では進めない。時は足早に
残酷にも流れるこの時代目の前に立ちはだかる壁を叩き割って悩みでも宇宙規模にしてみれば1ミリにも満たない小さな世界、生まれても起きる挫折、汚れても回る地球、僕の叫び声が今日で暴れ出す世界でした。はい、改めまして本日のアスリート応援番組アスラジはフューチャードリームカップ連動企画として本日は4名でお届けしております。さあ、まずはフューチャードリームカップ開催まであと3日と迫ってきましたが、ゆっきーさん楽しみですね。そうですね
あと3日ですね。あと3日、あの楽しみと不安がすごい、もうすごいことになってます。そうですよね、はい、みずきさんとみおちゃんは準備の方どうでしょうか。そうですね、もう今回初めてだらけで、まあ、場内アナウンスもそうですし、まあね、試合のリポートなんかも、うん、あの初めてなので、あのいろいろ、ね、原稿とか読んで準備はしてるんですけど、緊張はしますねやっぱり、うん、そうですよね、うん、みおちゃんは。私もなんか高校の時とかにあの部活でチアをやっていたので、あの野球部とかの応援はしたことあったんですけど、運営側に回ったことはないので、うん、今回ちょっと楽しみです。そうですよね、はい、うん、そんな私たちもお手伝いさせていただきますフューチャードリームカップですが、本日は細かな当日のスケジュールをお知らせをしていこうと思います。みずきさん、よろしくお願いします。あ、はい、では、当日のスケジュールをお伝えいたします。準決勝第1試合ゴールドジムベースボール対兵庫インパルスの試合は9時ちょうどプレイボール、準決勝第2試合東京足立ドリームス対武蔵野大学の試合は11時45分プレイボール予定です。そして決勝戦は14時半プレイボールとなっております。続いてハーフタイムショーの開催時間です。ハーフタイムショーの1回目の公演は第1試合終了後11時5分頃から、あの先週ゲストにお越しいただきましたファンクトライブホキシーとドロシーが、パフォーマンスを披露してくださいます。ハーフタイムショー2回目の公演は第2試合終了後13時50分頃から、同じく先週ゲストにお越しいただきましたファンクトライブホキシー&ドロシーがパフォーマンスを披露してくださいます。そして決勝戦終了後、閉会式のオープニングアクトとしてボンボンアンジュさんが16時45分頃からパフォーマンスを披露してくださいます。楽しみに。はい、はい、はい、以上がスケジュールとなっておりますので、お時間合わせて球場に来られるのもよし、この記念すべき第1回大会を最初から最後まで観戦していただけるとありがたいです。ここで一旦 CM いきたいと思います。JBCA 日本野球指導者協会。日本野球指導者協会は正しく指導ができる指導者を育て、子どもたちの未来と夢を守ります。怪我をして野球を諦めてしまう子どもたちや選手を救いたい。乱雑な指導で野球を嫌いになってしまう子どもたちをなくしたい。指導者のエゴで選手が犠牲になるのを防ぎたい。あらゆる事情で野球を諦めなければいけなくなった選手たちを救いたい。そんな子どもたち、選手たちを JBCA はプロ、アマチュアを問わず、野球に関わる全ての指導者の監督、指導を行い、野球選手たちの未来を守るための団体です。まずはご相談ください。日本野球の未来を変える JBCA 日本野球指導者協会です。はい、今のが協会の CM です。やっぱ前々回でしたっけね。そうですね、もう聞きましたけど、やっぱりすごいすごいですよね。なかなか なんでしょう、その教育者のエゴとかでこうできなくならないようにっていう、うん、なんかその思いが素敵ですよね、うんうんうん、ありがとうございます。そうですよね、教会の会員さんですよね。はい、理事じゃねえ、ジムを務めております。あ、そうなんだ。ジムって何するんですか。そうなんだ、すごいですね。カチカチやってる。じゃあこれもやって、これもやって、これもできちゃうんですね。人手が足りないんです。人手が、ね、人手が足りないんです。募集中ですか。募集中です。あ、お、皆さん、協会員募集中だそうなので、どこにこれは協会を調べれば、協会に、そう、協会、日本野球指導者協会、協会ってあの調べたらホームページが出てきて、電話番号出てくるんで、そしたらユッキーさん、ユッキーさん繋がっちゃうかも。僕が、あの会長の中垣さんの方に、おお、すごい、直
接ね、直接ねファンから電話が来ちゃうかもしれないですねやばい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 いたずら電話をおやめください、はい、お願いしますはい、はい、今どこまで行ったんだっけ、音ここだはい改めまして、はい、はい、改めまして、はい、本日のアスリート応援番組アスラジはフューチャードリームカップ連動企画として本日は4名でお届けしております、はい、さて続いてはこちらです。みおちゃんお願いします。はい、フューチャードリームカップでは今回素敵なグッズ販売を行っております。今回ご紹介するのはフューチャードリームカップ記念キャップです。通常のキャップとは違いまして、メジャーリーグのオフィシャルブランドであり若者に大人気のニューエラー製のメジャーキャップを好きなデザインで制作購入することが可能となっております。そのデザイン料はですね一切かからず、その通常価格で考えられない特別価格5500円で購入することができます。通常はあれですよね、なんか好きなデザインとかでやるとなんかオーダーみたいなね 色が増えたりするともっと額が増えたりして高くなっちゃうんですけど、このフューチャードリームカップの記念キャップは一定価格均一です、均一5500円で作ることができます。大人気のニューエラーのメジャーキャップで世界に一つだけのキャップを作ってみませんか。購入方法はすでに販売が実は始まってしまっております。フューチャードリームカップのオフィシャルサイトから購入することができます。また本日よりアスラジのフェイスブックサイトオフィシャルサイトでも販売を開始していますのでぜひチェックしてみてください。アスラジのホームページアドレスは http://asuraji.wplog.jp http://asraji.wpblog.jp です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。お待ちしております。お待ちしてます。すごい ねこれは5500円でメジャーリーグのオフィシャルブランドのキャップ作れちゃうんですよ、ね、羨ましい。しかも1個から、うん、1個から1個から作れる。すごいですね。これちょっと私が欲しいです。私も欲しいですちょっとなんか当日あかぶってどれぐらいで作れるんだろう。だね、でもこれからで間に合うってことだから、うんうんうん、ちょっとアシスタント分とかこれ作っ、アシスタント分作ってみんなレポートしに行くとき、かぶってたら、かぶりたいですね。いいうまくおしゃれ。あ、じゃあ宣伝にもなって。ゆっきーさんお願いします。お願いします。20分。お願いします。交渉してみます。やったー。はい。なんかお揃いとかでも作れますよね。ね、みんなで、ね、アシスタント用の作って。いいな、うん。キャップいいですよね。キャップいい、ね。やっぱ帽子っていうのが、うん。そうそう。ただのキャップじゃないしね。ただのキャップじゃなくてメジャーリーグのオフィシャルブランドっていう。うん、そう。なかなかメジャーリーグね。ニューエラかぶってる人多いですよね。やっぱり。そうなんですね。野球好きの人はやっぱかぶってるし。うん。うん、ちょっとゆきさんできれば私服でも使えそうな感じのデザインでお願いします。デザイン僕がするの。あ、ダメ。センス悪いですよ。いや。そっか。みんなでちょっと考え、なんか文化祭みたいになってきた。文化祭の時とか T シャツとか作りませんでした。作れました。うんうんうん、なんかクラス T シャツみたいな。しなかった。しなかったですか。男子校だったので、そのような発想には至らず。なるほどね。男子校です。どういう、うん、とか未知の世界。知ってました。ユッキーさんと私と同い年なんですよ。そうです。何歳ですか。何歳に見えますか。わかんない。未知の世界。未知の世界。何歳に見えますか。22とか。おお。いい線ってる。惜しい。惜しい。今23で今年24になる年です、ね。24歳。みおちゃんは今年20歳です。20歳か。今年20歳ってことは来年成人式か。まだ19歳。19歳、はい、10代10代私には振らないでくださいね。そういうオーラができた。でもそんな、ね、可
変わんないですからね。変わんないですか、同世代ですからね、うんうん、いや一個ぶっちゃけちゃうと私ユッキーさん年上だと思ってあれちょっとすいません私もそう思っててこの間何の話してたの、なんかフェイスブックで申請して、うん、プロフィールっていう生年月日見たら、うんうん、あれタメじゃんって思って同じ生まれ年なんですねあらーって思ってこっち敬語だったんでいやこっちも敬語でしょお互い敬語でなんか変な感じだったんであなるほどじゃあ仲良しになれるじゃないですか、うんうん、いや関係なしみんなに仲良くなろうよそこはもう、ここはもうなるほど ね最年長が37歳なんだから あ確かに中垣さんが中垣さんそうなんですねでもやっぱスポーツやってるからお若いですよね、うんうん、そう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 全然見えない見えない初めて会った時に比べたらすごい老けた感じがします本当ですか中垣さん聞いて怒られちゃいますアーカイブ見て怒られちゃうちょっとアーカイブは見ないでもらいましょう、うん、内緒にユッキーさんの命が見てるかもしれない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 メッセージ来てるんじゃないですか今来てるかもしれないかかってこいかかってこい強気ですね何年ぐらいのお付き合いなんですか、うん2年ぐらい結構じゃ長いんです2年でそんなそう思った2年で2年あの髪型最初今坊主じゃないですか、うん、あれが最初結構まだあったんで、うん、あそうなんだで野球のそのチーム、うん、そうそう東京は足立あだってねドリームスを始めると同時にあのバーってしちゃって、うんうん、それ以来ずっと坊主髪ある写真見たいです検索したら出てきますよ名前検索してみましょう、うん、しましょう結構僕がいじりすぎてナイーブになってるんでちょっとやめとこうちょっと危ないんで怒られちゃう今日なんかあのピーワードが多いかもしれないピーワードがちょっと多いかな中垣さんにとって面白いですよ検索したらも検索したら面白い検索したら基本僕笑ってましたそれちょっと大丈夫かなすごい面白かったえ何具体的に何が面白かったあの危ない人え裏社会で生きてるような感じにスーツであ見た目がですよねスーツでこうスッて立ってるから姿勢いいですもんね確かになんか悪いことしたら消されちゃうんじゃないかなみたいなそう結構ないし眼鏡かけてらっしゃるそっか確かにって感じです、うん、顔小さいですよね確かにインテリピーみたいなそんな感じのすごい今言われてますけど大丈夫ですかユッキーさん来週いないんじゃないかな何度か直接言ってるんでそれすごいですねプライベートでも仲いいんですかプライベートまあまあまあ一回調べた時にこんな顔してたんですねみたいなこと言って、うんうんみんなで大爆笑してたの チームみんなの前で行ったんで、うん、みんな見て大爆笑それもう公開処刑じゃないですか辛いいやでも仲いいんです、うんうん、なんか常に一緒にいるイメージなんですよねうん確かにえ週何でやってますか1、2、3、4はわおわい多くて3、4、うん、すごいですねえ一緒にご飯とか行くんですかたまに、なんか腹減ったねとかぐらいあとかそうですね飲みに行くとかはないんですか僕がお酒あの本当に弱いんであそうなんですかカシオレ2杯で世界回りました、世界が回るそういう日もありますよねってなってガターンってなってそこまでですかえ記憶は記憶はありますあのそれ以上行ったら絶対もう戻しちゃうなっていうところで完全に一回自分で止めてへもうそう後輩連れてバイト行ってるとこ一回休みだから行ってみたらそんなことになっちゃってそうそんなことになって後輩にも笑われ一緒に働いてるみんなに笑われ店長にはお前弱すぎだよって怒られ怒られちゃうんだるっていうぐらいお酒が弱いですへえ水木さんとかはどうですか水木さん酒豪私お酒大好きです大好きですけどでも一人では飲まないんですよあー偉い、うんみんなでワイワイするのが好きなんで、でたまにちょっと酔っ払っちゃうみたいなそうですねじゃあ、まあ、何回かこう一緒に飲む機会が ねあったんですけどなかなか愉快な感じですね水木さん愉快そうですね楽しく飲むタイプですよそうですねでも、うん、怒ったりしないんで大丈夫ですそれはいいみおちゃん飲まないよねダメダメダメ
危ない。でもほら今年解禁ってことでね。そっか、うん、一番最初に飲みたいお酒は何ですか？そうだね。カシオレかなやっぱ。誕生日いつ？12月です。12月冬なんだ。ちょっと先だね。そうなんですか、うん、ダメだよそれまでお酒飲んじゃ。そうです、ね、まだダメだよ。でも冬なんで、うん、なんだろう、熱燗とか飲んで。やばい、渋い。熱燗が渋いよ。初が熱燗。なんか神社とかで、うん、なんかおとそ飲むのあるじゃないですか、うん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 、でちょっと口つけたんですよ、うんうんうん、もうそれだけでめっちゃまずいと思って。じゃあ扱いやめた方がいいと思うよ。本当ですか？うん、扱いどんな味ですか？いやもうおとそみたいな感じですよね。あれも日本酒ですか？甘くないやつみたいな、うん、おとそより本当なんだ、甘さというかコクというかなんか、うん、あの重たさがない、うん、でもなんかねフルーティーな感じですよ。へー、洋梨っぽくないですか日本酒の香りって？洋梨？洋梨っぽいよ。日本酒ってお米ですよね。うん、分かってるよ。洋梨する？そんな洋梨。なんかこの間私ちょっとあの日本酒を飲む機会があって、博楽星っていう日本酒をいただいて、うん、なんか銀城、あのちょっとすみませんよくわかんないです。純米吟醸のやつかな。多分2番目ぐらいのやつかな。飲んだんですけど、洋梨みたいな香りしましたよ。へー、そうなんですね。特別な、特別作られ方みたいな。いや、そんなことはないと思う。へー、引いてるよね、みんななんか。洋梨かと思って。ちょっとでも今度飲むときに洋梨かなと思いながら飲んだ、絶対洋梨って思いますから。あ、わかりました。じゃあそれでちょっと飲んでみます。飲んでみてください。うん、今日にでも。おお、一人で？いや。あ、夜の夜予定が、ね、ないですけど。あ、ないんです。ないんですね。まあ、コンビニに寄ろうかな、じゃあ。ガツいな。なんだっけ、紙パックになりますよ。鬼殺し。鬼殺し、鬼殺し。もう名前からしても殺す、怖い名前が。ミユキさん飲んだら死んじゃう。死んじゃうと思う。でもなんかお酒いっぱい種類ありますよね。うん、そうね。なんかおじいちゃん家のなんかリビングみたいな畳の部屋に、うんうんうん、なんかガラスのやつがあって、うん、戸棚みたいな、うん、なんかもうコレクションされてるの？なんかこの間行ったらもうほぼなくなってたんですけど、なんかめっちゃウイスキーの瓶みたいのがあって。すごい、おじいちゃんかっこいいね。かっこよくはないんですけど。お酒大好きなおじいちゃん。あ、だと思います。そう、うちのおじいちゃんもそうだったな。あ、本当ですか？基本酔ってる、顔が真っ赤なイメージがある。私もそうかも、うんうん、結構飲んでた気がするな。あの父方のおじいちゃんが飲めなかったんですよ。あ、そうなんだ。で、親父も弱いんですよ。完全に遺伝でも、うん、でもあの飲めば強くなるっていうのは本当らしいですね。全員じゃなくて、なんか体質なんで弱いかによるらしいんですけど、ちょっと私も割と弱い方だからいろいろ調べたら、うん、飲めば強くなるタイプの人も実際いるらしい。私でも前より飲めるようになりましたよ。免疫がついてくるんですかね。そうなのかな。なんだったら、なんかね、ちゃんと科学的になんかあるんだよね。うん、調べたの忘れちゃったから無意味ですけど。難しい。科学的な何か。飲みに行く機会はあんまなかったからな。あ、そうなんだ。友達ととりあえず遊びに行くっていう方が多かったから、飲みに行こうぜなんてあんまりなかったし。炭酸飲めないからビールに気軽に飲めないし。え、炭酸ダメなんですか？炭酸がダメです。そうなんだ。めっちゃコーラ好きそう。サイダー、コーラとか CC レモンとかそういうのを一切飲まないです。出されたしょうがないのも。あ、でも私もあまり自ら飲まない。炭酸水とかたまに飲むけど、基本炭酸が涙出てくるじゃないですかね。涙なんかやばい。最初開けたての炭酸って飲んだ時にじわってきません？痛すぎて。そう、なんか染みる。それがいいんだよ。それがいいの。美味しくないですか？それに耐えられない。わかる。そうですよね。その衝撃が、刺激に耐えられなくて。でもあれですよね、仕事終わりとか疲れた時に、うんうん、自分のお父さんとか、ね、ビールとか、ね、びっくりしちゃった。それが
なんか疲れがスカッとするんですかね。あでもビールは好き。あ好きなんですか。飲めるんじゃん。スパークリングとかビールとか好きだけど、炭酸系のアルコールってなんかすごい酔い回るの早くないですか。なんか私ビール飲むとすぐ酔っちゃうから、ビール大好きだけど、しかも今ダイエット中だから、うんまあ、お酒自体を控えてるのと、とりあえずビールはもう最近手をつけてない。ビール飲んだらビールっぱらになるって言いますもんね、うん、そう、ビールはもうね糖質の塊だから ね、 ね、そうですね。なんかあれ炭酸ってちょっとスポーツに絡めて言いますけど、おお、アスラジなんか糖の周りとかを早くしてくれるって言いません、ね、じゃあ代謝されるってことですか。いや多分血液中にあのすぐ糖分が回るんで、こう結構ねスポーツやりながら、うん、炭酸あの糖分の入った炭酸水を飲む人とかもいるらしいですね。でもソーダとかあのサイダーかとかいいって言いますよね、うん、そういうことなんだ。だから多分お酒もすぐ回るのかな。そうかもしれない、うん、解明されましたね、うん、運動するとき糖必要なんですか。ですよね。ですね。それはオレンジジュースとか結構すごいいいらしいよ、エネルギーになる。エネルギーとか疲れが取れて。スポーツドリンクがやっぱ一番いいんですか。どうなんでしょう。いつも何飲んでます、うんうん、アクエリアス。あやっぱそうなんだ、ポカリ。でもあれですよね、スポーツ の、 あのスポーツドリンクはこう生理食塩水と同じぐらいの塩分濃度だから馴染みやすいっていう、うん、吸収が早いっていうあれですよね。なるほど、うん、自分も高校で部活やってた時に、うん、夏休みとかはタンクで作るんですよ。だめっちゃなんか薄めにやっぱ、あでもなんか濃い方が美味しいんで。そうだよね。なんか後輩とかが作ってくれてたんですけど、自分も一年の時作ってて、なんかポカリとなんかレモン味のやつみたいな、あるあるあれと麦茶を作ってました、うん、麦茶も入れんの。いや違う、3種類混ぜないよ、混ぜないよ今全てが混ざってるのかと思ってレモンまでは理解できたんだけど、拷問だそうびっくりしちゃった、うん、でも夏の麦茶は美味しい、美味しいよね。麦茶もねミネラルが、うん、そうそう、だから夏にいいんですよね。いい、最近コーヒー飲みながらやるのが楽しい。え、コーヒー、缶コーヒーでも良くないんじゃないですかね。ただただコーヒーが好きだから、好きなことをするときに好きなものを飲むっていう、それはハッピーですね。え、それスポーツ学的にはいいんですか。多分良くないと思います。あれですよね、コーヒーはカフェインがどうなのかなみたいな、いいのかもしれないけど、カフェインはねいいのかも。でもコーヒー毛細血管収縮させちゃうし、多分あとあれです、水分代謝よくしちゃうから、うん、脱水、脱水症状、夏には絶対向かないと思う、うん、気をつけてください。コーヒー好きなんですね。コーヒーは好きです。ブラックですか。いや、カフェオレ、ビトー、あービトー、エメラルドマウンテン、あ大丈夫かな、言っちゃった商品。エメマンです。エメマンですね。ジョージアさんの。大丈夫かな、わかんないです。今日コーヒー多いけど大丈夫。多分大丈夫じゃないかな。コーヒー美味しいですよね。うん、私美味しいです。昔本当一滴も飲めなかったんですけど、うん、なんか飲めるようになっちゃって、ね、飲めるようになっちゃって、そう、なんかブラックコーヒー大好きになっちゃって、ね、今あのちょっとラテアートとかやりたかったから家にコーヒーマシンがあって、すごい、すごい、まあ、全然できないんですけど、な立体の猫とかは全然できます。すごい。えでも簡単簡単、やればできます。え、立体の猫ができるの。あそう、あのフォームミルクで、うん、あの牛乳泡立てて、うん、フォームミルクがこう泡泡ができるんですけど、それをこう注いで最後それでこうやってちょっとやると、立体の猫とか作れますよ。えじゃあそれの方が簡単。あのハート、うん、ハートが一番簡単って言われてて、うん、リーフが一番やっぱ難しいんですよ。 あとまあなんかアレンジしたのがいっぱいあるんですけど、うんうん、その猫は全然本当初心者でもできます。へー、分かんない、正式なやり方を知らないけど、写真で猫を見て、あこれならできそうじゃんと思って適当にやってるだけなんで、ちょっと楽しいかは分かんないですけど、じゃあ次回ぜひ写真持ってきていただいて、見たいです、うん、ちょっとじゃあ今度作った時写真を撮ってきます、うんうん、楽しみにしてます。楽しみですね。ありがとうございます。えじゃああれなんか掘っちゃって申し訳ないんだけど、どうぞどうぞ。こうやって泡立てるやつもついてるの。あその、 あのコーヒーマシンがエスプレッソマシン、エスプレッソ落とせて、うんうん、でそのスチームがちゃんと出るので、でも なんだろうな、小さいやつだからスチームが弱いから、うん、あんまりすごい私が多分上手じゃないから、うん、上手に
ホームミルクは立てられないけど、でも普通に立てられるからココアとかもちょっと立てて作ったりとか。ココアも美味しそう。すごい。え、豆からみたいな。豆引くのはついてないから、引いてある豆を使ってやるんだけど、そう。でもそっちのエスプレッソはまだちょっと使ってなくて、あのインスタントコーヒーを濃いめに溶いたので作ってます最近は。なるほどね、うん、高そう。どうだろう、でも安いのだと本当2万とかで。え、高い。まあまあまあ安くはないけど、でもなんか欲しいなって思うんですけど、うん、なんかやっぱ手が届かなくて、うん、でその代わりに、うん、ウォーターサーバーを手に入れました。ウォーターサーバー月々結構かからない、うん、え、でもなんかお店の人に、あの毎日ペットボトルの水を買うよりは安いって言われて、あ、それに乗ってしまって買えてしまった。まあでも逆にあれだね、そしたらもういっぱい使わないと思ったり、使おう、あれお湯とかも出せるもんね。そうなんですよ、ね、便利だよね。だからなんかケトルみたいな、うんうん、ポットの代わりに、うんうん、それを買わないでウォーターサーバー買ったと思えば、まあ安いかなみたいな、うん、なんかポジティブに考えて、うんうんうん、そうだね、うん、そっかそっか。美容にも良さそう、うん、お水いっぱい飲むの。あ、確かに、うん、1日2リットル目安って言います。2リットル、うん、1日2リットルがいい量、うん、やば。なんか飲みすぎても良くないんだよね。水中毒になっちゃうから、うん、え、水飲みすぎてなんか体がブヨブヨになりそう。でもそれは代謝が回ってないってことだから、うん、運動不足ですか。そうだね。ね、今ちょっと私ダイエット中で結構いろいろ調べたりしながらやってて。え、何してますかダイエット。今私がやってるダイエットは病院食みたいなやつのダイエットで。病院食なんだっけな、デンマーク、うん、デンマークダイエットみたいなやつで、うんうん、なんか基本的にゆで卵とグレープフルーツとコーヒーとトーストをこうがベースになってて、それがこう2週間分メニューが全部決まってて、だちょっと正直それの通りには厳しくて、うん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 、なかなか生活的に厳しいから、うんうん、ちょっとアレンジしたやつとかがあって、今はなんかそのトースト8枚切りのトーストと、あと卵1個分使った料理、油使わないで調理したもの、うんうん、油使わないで目玉焼きとか卵焼きとか、うん、ゆで卵とか温泉卵とか、あとフルーツ、うん、今私ちょっとグレープフルーツちょっと高くて、あ、今の時期バナナ、うん、バナナで代用して、まあ、カリウムもあるしと思ってバナナ代用して、で、あとなんだっけ、あとちょっと野菜とかレタスとか、うんうんうん、みたいな感じで、こうあとそうだカルシウムを取るためにチーズ、牛乳とかヨーグルトとかチーズを食べる、うん、そうそうそう、うん、とかで今チーズで食べてて、でなんか1日を摂取カロリーを1200カロリー以内にするみたいな。え、めっちゃ低くないですか。でも結構ね、うん、トースト1枚食べれるから全然お腹いっぱいになるんだよね、うん、でなんか夜はその炭水化物抜いて野菜メインにしてみたいな感じ。え、どれくらい経ったんですか始めてから。すいません、今日からです。あ、今日からその前までちょっとファスティングやったりとかもちょこちょこやってたんだけど、うんうん、ファスティング、あの断食、プチ断食みたいな、一日断食みたいなとかもやったりしてたんだけど、うん、ちょっと断食は精神的にもちょっと厳しくなってくるなと思ったから、そうとりあえず続けられるものをと思って、うんうん、今その2週間のダイエットを始めました、うん、なるほどね。じゃあお肉も食べれないの。お肉は食べれます。赤身の肉とか、うん、あと鶏肉とかなら、うん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 、その代わりに、あとお豆腐とか、そのタンパク質と、カルシウム、ビタミンをこうまんべんなく取れるようにしていくみたいな感じなので、結構そんな苦じゃないかなって思う。食べれて健康にも良くて、そうだし、なんかこうバランスを整えていけるのかなと思って、根本的な部分がね。でそのそもそもがそのデンマークのその一番元のは、2週間その食事を続けることで体組成が化学変化を起こして太りにくい体質に変わるっていうらしくて、だからそう、そのそもそもがね、こう太りにくい体質に変えられたら一番いいからと思ってちょっとやって、長い目で見て、うんうん、ね、そうファスティングとかだとリバウンドが怖いっていう人もいるし、それだとね、体質改善にも効果がありそうだから ね、 ね、ちょっとそれを今頑張ろうと思います、うん、頑張ってください。頑張ります。応援よろしくお願いします。そう、しさんのツイッターでなんか毎日ね、あ、そう、これ、あ、見ました。そう、今日の朝見ました。あ、ありがとうございます。食べたものをちょっと
チェックしてみてください皆さん。ちょっとブログとかにも載せていくので、うん、楽しみですね。週間頑張ります。あれですもんね、調理師勉強です。あ、はい、調理師一応持ってます。早く食べたいんですよ。ここでねやってもらいたいですよ ね、うん、そうですよ。なんか多分フィーチャードリームカップ終わったですかね。行きます。いや、どうなんでしょうね。なんかそのうち、まあ、アスリート食 ね、はい、やりたい。やっぱりダイエット食とアスリート食ってなんか結構似てるところがあるから、うんうん、今ちょっと勉強したりもしてるんですけど、うんうんうん、アスリート食とかも、結構、まあ、つながってるなと思うんで、うん、なんかアスリートの方だけじゃなくて、うん、それを応援してるお母さんとかもいいと思うんですよね、うんうんうん、ダイエットね、したいですね。ダイエット。私の勝手なイメージですけど、ユッキーさんってなんか釜でご飯食べてる。1号とか2号とかのご飯をテロリと。この前あのバイト先では3号。1回にですか？1回、まあ、もうどんどん。ご飯のお供は何ですか？焼き鳥です。まかないで作ってやるって言われて。焼き鳥の量も多いですか？ネギマ3本分ぐらい。え、それで3合食べれるんですか？うんうん、もうタレ結構かけてくれてたんで、1本1合。1本1合で。やばー。え、1合食べれます女子？1合も食べれないです。無理だよね。あれ普通にお茶碗1杯で160、150ぐらいかな、とか全然お腹いっぱいになるよね。でもあの野球やってる、運動してるんですもんね。そう、人はすごい食べるイメージがあって、うんうんうん、あ、結構食わされる。高校の時にはもう思いっきり食わされて。そうかそうか。そう、私野球漫画がすごい好きで読んでるんですけど、メジャー、そう、メジャーとかダイヤのエースとか、うんうん、大きく振りかぶったとか、うんうん、懐かしい。それ見てるとね、なんか吐きながらみんな食べてるから、うん、そうなんだ。そう、そのイメージがすごいあって。結構食べるんです。え、じゃあ中垣さんもあんな細いけどめっちゃ食べるんですか？めっちゃ食べますよ。普通にガッツ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 止まんないの。すごい。そうなんだ。食べるスピードは自分より早い、ね、かもしれない。あんな細いのに意外。やっぱね、基礎代謝みたいなのがしっかりしてると、そうですよね、食べても太らないのかな。そっか、代謝良くしなきゃ。なんかグルメなんで。あ、そうなんだ。いいですね。ぽいぽいぽい、そんな感じする。いや、でも食べることが好きな男性ってすごくいいと思うんですよね、うんうん。なんか一緒にご飯食べ行った時楽しいですよね、うんうんうん、確かに。たまに無言になっちゃいますけど。美味しすぎて。美味しすぎて。私美味しいと逆にうるさいかも。美味しすぎてガッツ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 言っても無言で食べる。止まらなくなっちゃって。なんか今度みんなでご飯食べ行きたいです。ね、行きたいよね。じゃあそのね、模様とかも。あ、ちょっとビデオ回して。うん、無言で食べるユッキーさんをお酒飲ましてえ、それ面白いかもしれない。最後の方こんな感じで、うん、そんなユッキーさんをひたすら撮り続けるみたいな、うん、やばい。本当に寝てるから起こしますよ。寝ちゃうんですね。起こされて、あ、もう行くんすねみたいな。あ、そこはしっきり起きれるんですね、はい、す私もう寝たらダメだな。寝たらもうこんななってますね。あ、もう多分相当立ち悪いです私。うるさい、ずっと笑ってる。それは絶対ビデオ回しとくんで。え、ちょっとそれはやめてください。恥さらしちゃう。え、じゃあなんかみんなが酔っ払ってるとこめっちゃ撮ります。で、それはみゆちゃんの誕生日終わったかにしようね。あ、本当ですか。じゃないと誕生日会をやろう。もうみんな、いいね、いいね。12月やろう、うんうん、いいです。え、逆に誕生日はいつですか？何月です？僕11月です。あ、そうだ、近いんですよね。私も11月。お、じゃあ私が一番先だ。9月なので。9月。お、うん、え、中垣さんは2月です。2月。お、終わっちゃったんだ。こないだ。おめでとうございます。おめでとうございました。何も渡してないや。じゃあ2月ってまだ出会ってない。私出会って、いや、1月の終わりに出会ってるんですかね、うん、出会いは1月の終わりでしたよね、うんうん、2月の1日だった気がする。あ、そうなんだ。じゃあ来年は、来年はお祝いしましょう。アスラジをね、うん、アスラジ内でもお祝いしましょう、うん、楽しみ。すごいフリートークがなかった。なんか帽子の話からね。帽子の話から、そうだ、ね、食事の話とコーヒーの話になって誕生日の話になって。コロコロ変わっちゃいましたね。あ、でもね、4月16日についにもうずっと言ってたフューチャードリームカップが本当ついに
本当に、ね、気づいたらねもうね3日後あさってか、あさってしあさってか、ね、すごい楽しみなんですよ私もめっちゃ楽しみですよ、うん、みんなでねめっちゃちょっと緊張します、ね、緊張はしますね、不安でしょうがないでも9時がプレイボールだから皆さんそれまでによかった1試合目から見ていただきたいですね、はい、ぜひ私たちも朝一からもう準備して準備万端で皆さんお待ちしてるんで、おここで何か来ましたよ、メッセージがやばい、では読みたい人、じゃあ読みます、はい、じゃあどうぞお願いします、お願いします、どうぞ。コーヒーに含まれるカフェインの存在、え、これどなたから、この方、その方、まあ言っちゃいましょうかまあ言っちゃいましょう、言っちゃいましょう、じゃあ今ちょっとメッセージをいただきましたので読みますね。コーヒーに含まれるカフェインの存在、カフェインには眠気覚まし効果があると言われているが、これは眠気を誘う作用のあるアデノシンという物質の働きをカフェインが低下させることによって起こるという、そうなんですね。アデノシンが抑制されれば体の動きも機敏になり、ハードな肉体的作業もこなせるようになる、よって長時間もしくは高強度でのトレーニングが可能になる。またカフェインには脂肪分解酵素であるリパーゼを活性化させる働きがあるそうだ。難しい、うん、科学的ですね。ということはこれを飲んで、スポーツをするといいことがあるよってことですよね。そうなんですね、うん、エネルギー増強、うん、もうの効果もあるそうなので、練習やトレーニングの1時間前に飲んでおくことが好ましいということです。飲みながらもダメなんだ。あとね、ちょっとユッキーさんには残念なお知らせなんですけど、砂糖を入れることでカフェインの働きが低下してしまうので、それは微糖ダメなんだ、NG らしいですよ。次からブラックでいきましょう。ブラックか、うん、私も今ブラックかペットボトルでブラックコーヒー飲んでますよ。うつし替えて、あ、いやもうペットボトルで作って、作って家で、おうん、ですってコーヒーいいみたいです。よかった意外よかったじゃあもう一個、はい、お願いします。諸説はあるけど、炭酸水を飲料として飲むと筋肉の疲労回復に良いと言われています。こちらもいい情報で、うんうん、一般の水と比べて炭酸水はその中に含まれている重炭酸によって筋肉にある乳酸を体外に排出する効果があると言われています。サッカーイタリア代表チーム公認の微炭酸飲料などがあるように、その効果を積極的に利用しているところもあるみたいです。おね、ただし必ずしも、乳酸疲労物質ではないことも理解しておく必要があって、乳酸は体の中で再利用されてエネルギー源となるからみたいです。お炭酸飲料が体に悪いと言われてきた理由の大きな原因は微糖摂取、あ、糖分摂取になりますが、いい点も理解しながら上手に利用するといいと思います。ユッキー、今日は随分といじってるみたいだけど、次会う時が楽しみですね。これは長井さん、これは誰からかな。明後日か、明後日だな。怖い。はい。ちょっとゾッとするお話でしたが、メッセージありがとうございます。さて、はい。ということで、はい、エンディングですね。はい、エンディングになってしまいましたが、はい、初 MC どうでした。ちょっとドキドキでバタバタでしたが、はい。すみません。ちょっと楽しかったです、はい、ちょっとバタバタすみませんでした。お二人はどうでした。そうですね、今回、2回目ということで、楽しくやらせていただきました。次回皆さんね、球場でお会いできるのを楽しみにしてます。お待ちしております、はい、お待ちしてます。フューチャードリームカップ直前の、うんうん、放送だったんですけどすごい楽しかったんで3日後楽しみです。はい、はい、皆さんぜひお会いするのは今週16日土曜日の春日部市昭和球場で行われるフューチャードリームカップの会場でお会いしましょう。お送りしましたのは番組臨時 MC の栗原志穂と、アシスタントのユッキーと、アシスタントの高橋美代と、
愛子みずきでした。この番組は H プロジェクト株式会社エノハガールズ、株式会社宮坂紀章、合同会社 BB コーポレーション、トレジャートレーディング株式会社、日本野球指導者協会、フューチャードリームカップ実行委員会の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、はい、球場でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。